金利上昇でとか物件価格上がりすぎてとかどうなんですかって相談めちゃくちゃ多いんですよ。現場でやっていると今買いだよなっていうところは個人的にはすごくあるんですよね。いい物件はやっぱりまだまだチャンスありますよ。はい、皆さんこんにちは。 CFB マネジメント代表の小川哲平です。個人的な話なんですけど、物件買いたいなと思っててですね、はい、最近本当になんか金利上昇でとか物件価格上がりすぎてとかもう今買わない方がいいでしょうとかどうなんですかって相談めちゃくちゃ多いんですよ。まあそれは当たり前の話なんですけど、でもね、私本当現場でこう賃貸管理会社の経営者としてね、まあ現場運営までやってますけど、やっぱりね今本当家賃上がってるんですよね。でこの流れって私結構この一過性のものじゃなくって中長期的にこうわーっと上がってくる、そんななんか数勢というかね対極的な流れっていうのを感じているんですね。やっぱりこう海外の方がすごく増えてるんで、やっぱ海外の方がまあ多く住まわれる東京のまあ都市部の部分だったりとかですね、まあ、そういったところっていうのは今後も家賃ってかなり上がっちゃうんじゃないのみたいなところがまあ危惧していて、まあ、私住んでいるまあ住宅ね買ってるんですけど、購入しているのがまあ家が横須賀なもんですから、まあ、そんなにインパクトなくって、まあね、細々と生活してるんですけど、都内に家買おうとか思った時にやっぱそういうところの観点から見るとやっぱ海外の方が買える、しかもその為替の問題とか、今後海外っていったら経済がどんどん発展していくっていう国がまたまたどんどん出てくるわけで、まあ、そういったところの方々が買うような物件っていうと物件だったりエリアですよね、まあ、そういうところはやっぱ本当に今持っとかないと買えなくなっちゃうんじゃないのみたいなところはすごく感じていてですね、やっぱ現場でやっているとやっぱ今買いだよなっていうところは個人的にはすごくあるんですよね。ただ一方でやっぱ今までみたいにある程度のリスク背負ってでも多少利回り高いところでレバレッジかけてっていうような買い方は逆にちょっと怖いなっていうか、なんかだんだん潮が引いている部分っていうエリアも出てきていて、まあそういうところは家賃も上がらないし、潮が引いていって投資マネーがそこに入らなくなっていくと結果的にやっぱ地価ってどんどん下がっていくわけで、なんかそういうところもめちゃくちゃ怖いなと思ってですね、なんかそこの、線引きというか、本当に人口が集まってくるのは爆心地みたいなところだったら今、まあ、全然買えるんだったら買いだよねというところと、今まではレバレッジかけてまず1棟目は少しリスク取ってやっていきましょうみたいな場所がだん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 ちょっと狭まってきてるというかきつくなってきてるなっていう、なんかこんな感じがあるんですよね。でも私なんかまあ区分のワンルームマンションとか今だったらまだまだ全然買いだよなというふうに思っていて、そういうところでちょっと物件欲しいなみたいなねところは個人的にあるわけですよ。でまあ、私なんかこうプロとしてやっていますんで、業者としてね、やっていますから、まあ、買いたい時に買えるし、まあ、自分で探して買うことできるんだけど、常にこれを考えておかなきゃいけないんですけど、一般の個人の方々がこう買おうと思った時に今みたいなこの肌感覚、私の状況とかってまあ、情報を得られないわけですよね。だからできるだけこの YouTube で、まあ、リアルタイムでねオープンに情報発信していこうっていうふうに、まあ、考えているわけなんですけど、それでもやっぱり鮮度は低いし、あとはこれほど実感って多分皆さんないわけじゃないですか。っていう中でじゃあどうやってね皆さんが物件今後買っていくのって言ったら、やっぱりこうやって管理会社さんと情報交換するのももちろん、あとは売買の最前線でやってる方々、ファイナンスの情報なんか持ってますんで、まあ、ここと情報交換するのももちろんね、だからこういうような形の、まあ、パートナーシップって今後もっともっとね今重要になってきているなっていうところはすごく感じていてですね。でそれって既存の取引があればその方に聞けば済む話なんですけど、もっとね今ってこう貯蓄から投資へっていう、まあ、日本の国策的なね流れがあってですね、まあ NISA だったりとかイデコだったりとか皆さんやってますよね。でだん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 投資についてのリテラシーというか、まあ、親しまれてきているわけなんですけど、まあ、その中でもやっぱ不動産投資じゃやろうっていうなっている人が多くなってるわけじゃないですか、必然的に。っていう方がなんかファーストでこうタッチできるそういう情報、肌感覚感じられるところってどこなんだろうって言ったら、やっぱすごく少ないな。改めて自分が物件欲しいな、でも他の人どうなんだろうって考えた時にね、まあすごく感じていてですね。なので、まあ、改めてじゃあそういう場って何だろうって考えると、やっぱうちの不動産ウィークなんてめちゃくちゃぴったりなんじゃないのって思っていて、これ不動産ウィークって初めて聞いた方もいると思うんですけど、やっぱりこうねオンラインで全部
学べるんですよ。1週間でその生の情報っていうのを得ることができて、11月18日から24日までね、1週間かけてやるわけですよ。その不動産ウィークとはっていうところでいくと、本当に YouTube を使ってね、こう情報発信をこうやって行っていくんで、世界中のどこにいても見れるのと、あと1週間でギュギュッと詰め込んでリアルタイムな情報をお届けするんで、で物件がそこで欲しかったら買えるチャンスまであるんですよ。で本当にいい物件ってなんか業者が持ってっちゃうとか、本当のお金持ちのところに行くとか、なんかよく都市伝説的にあるじゃないですか、投資界隈で。その側面って一理あると思ってて、やっぱり新しい方にこの物件どうですかっていうより、いい物件だったらまず本当に買える人に流れるっていうのは結構あるあるだと思うんですけど、そうではなくって、やっぱこの不動産ウィークみたいなこういうイベントだと抽選会でね、誰でもチャンスが公平に得ることができるというふうに考えると、まあ、こういうところで、まあ、初めての物件チャレンジしていただくのってすごくいい場なんじゃないかなって、我ながらというか自社の企画ながらですね、なんか改めてこう面白いなというところを感じていてですね、だからなんか私みたいにこう肌感覚でも今物件買いでしょみたいに思っている人って稀だと思うので、今不動産投資どうなんだろうみたいな人ほど、なんか今だとスマホで買えちゃうとか、自己資金が10万円でも買えますよみたいなネット広告とかSNS 広告とかもいっぱい出てくるじゃないですか。ああいうところで買っちゃったら基本ダメですね。やっぱりああいうところに流通していくのは、どこでも売れない物件がそこに流れ着いているだけなんで、ではなくて、やっぱ有料物件を公平なね、皆さんが権利を得て掴むことができるっていう場でいくと、私たちのこの企画ってすごくなんか改めて価値を感じるというか面白いなと思うんですよ。楽しむポイントで言ったら、まずオンラインだからどこだって好きな場所で、自分のね好きな場所で都合よく見れるっていうことがまず一つあるのと、あとポイント2としてはね、まあ中には事前収録した動画を配信するのもあるんですけど、生配信でセミナーも開催するんですよ。最終日の2日間かな。でそこは皆さんチャットオープンなんで生で聞くことができるんですよ。だから本当ぶっちゃけどうなの、金利上がってるのに本当に不動産投資大丈夫なのとかね、今だったら物件価格下がるんじゃないのみたいなところ、ザックバランにこう皆さんが聞ける場って正直ないですよね。なんかどっかの会場に行ったらなんか買わされちゃいそうじゃないですか。でもこれだったら別にね、スターバックスだったりとかカフェにいてもスマホで見てて気になったらチャット入れてみたいなできるわけですよ。だからなんかこういうような感じで双方向性があってっていうのも魅力の一つですし、何よりもポイント3のね、物件の現地動画とかをそのままね流していくので、物件の周辺環境分かって、建物の状態分かったりとか、あとはそこに投資分析をしたものがシミュレーションとしてついているので、実際にご自身が投資された時どういうようなパフォーマンス、ね、運用実績になっていくのみたいなものまでこうくっついていくわけで、それを私のようなコメンテーター辛口でねぶった切っていくわけですよ。いやこれなんてもう利回り低すぎてダメでしょとか、ここはもうポテンシャルな家賃下がっていくよねなんていうところを見ていくことができるんで、なんか悪いところもいいところもこう見ていただくことができて、そしてその物件が本当にいいなと思ったら抽選会に応募していただくみたいな感じの流れなんですよ。無料でね参加できるんで、なんかこういう場があったらもっと不動産投資について理解が深まるし、金利上昇だからとかっていうその表層的なね情報で不動産投資って良くないよねみたいなってもったいないなと思うんですよ。本当に全体的に見たらだん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 やめといた方がいい物件って増えてるのは事実なんですよ。だから私はそこは皆さん心配していただきたいんですよ、そこね。でもそんな中でも勝てる物件、価値が上がるような物件っていうのがまだまだあって、しかもこれが買えなくなっちゃう、冒頭申し上げた通り買えなくなっちゃうかもしれないって危険性もあるんですよ。だからそういうところで今のうちに買っておきたいなっていうニーズがあった場合は、やっぱり正しい情報を掴んでいただいて、正しくジャッジしていただくってすごく大事だなと思うので、個人的に物件が今買いたいんですよ。だから不動産ウィークでいい物件で言ったら私も抽選応募したいぐらい、余った物件あったら私が買っちゃおうかなと思うんですけど、まあでも本当に、ね、自分で買いたいなと思って考えていくと、まあ一般の方々なかなか難しいよなと思っているので、まあね、まあこんな動画を配信してみたということになります。実際にいいところも悪いところもオープンでお話しするんで、そこがすごく大事で、やっぱりいいですよいいですよって言うと案件は大体やめといた方がいいんですよ。この物件でこういういいとこもあるけどこういう悪いとこもあるよね、ここが大体こんなもんでしょっていうのが一番いい物件です、不動産投資では。本当にこの物件いいなとか、もう一生出てこないだろうみたいな物件って実はあんまり良くなかったりするんですよ。あの場所でこの利回りって言って皆さんそれ買えなかったこと後悔されるんですけど、私それって別に良かったと思ってて、不動産投資ってやっぱり時間がお金に変わっていくっていう本当に投資の王道的なものなんですよね。でそうするとやっぱそこそこのリスクとそこそこのリターンのもので長くお付き合いするっていうので、実は一番リスクとリターンバランス取りやすいんですよ。だそれをコツコツ買い足していくっていうことが実は一番王道だったりするわけで、だからなんか
変にね、これ割安だな、激安だなみたいな物件よりも、なんかまあこんなもんでしょみたいなやつをね、安定的に買っていくっていうところが重要になるんで、まあ、ぜひね、ただとはいえ、まあ、そういうような物件がセオリーなんですけど、本当に掘り出し物のいい物件っていうのもここの抽選会に出てきたりするんで、まあ、ぜひそういうところではね、皆さんチャンス得ていただきたいなと思うんで、まあ、ぜひそんな感じでね、活用していただけるといいんじゃないかなと思います。皆さんのライバルとして私が名を連ねるかもしれませんから、まあ、ぜひね、まあ早めにお申し込みをいただいて、ね、参加していただいてね、楽しんで情報収集していただければというふうに思っております。私も今年は物件をまだまだ買いますので、金利が上がろうが何しようが、いい物件はやっぱりまだまだチャンスありますよ。うん、ぜひね、皆さんもご参考にいただければいいんじゃないかなと思います。ちょっと個人的な話も含めた動画とさせていただきました。楽しかったという方は、私もね、こういうような動画どんどん、まあ、もっとね配信していきたいなと思ってますので、まあ、ぜひ応援のいいねと、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。不動産投資に興味のあるそこのあなた、参加費無料で不動産投資が学べるイベントが開催されます。 CF ネッツ不動産ウィーク11月18日から24日まで開催。不動産投資を始めたいけれど、本を読んだだけでは何から始めればいいかわからない方、相続対策、資産運用、賃貸トラブルでお困りの方、不動産に関することでしたら何でもご相談をお受けしております。対面、オンライン、お電話にてお客様それぞれに合わせたご提案をさせていただきます。 CF ネッツの個別相談、この機会にぜひご相談ください。 CF ネッツでは不動産投資、賃貸管理、相続対策、資産形成、土地活用など不動産に関するあらゆるご質問にお答えします。皆様からのご質問をお待ちしております。